電話をしていると相手の声が途切れ途切れになることがありますが、その性質を利用して、今回は電話の回線が悪いせいで暴言っぽく聞こえてもスルーする説を検証しました。じゃあ、僕の話をすごい聞いてほしくて。はい。もう早速話すんですけど。はい。最近友達をこ…え?の。ちょ、待って。ねえ。あ、ごめん、ちょっと待ってくださいね。あのね、はい、電波が。あ、本当ですか?本当ですね。ちょっとごめんなさい。もう一回お願いします。じゃあの僕の友達がちょっといるんですけど、はい、その友達がいるんですけど、はい、その友達をこあれロッしたんですけど、ああ、はいはい、どう思いますっていう、どうもちょっとごめんなさいね、あの一回ちょっと確認なんですけど、はい、ゆっくりちょっと僕話せて、あ、ゆっくりいただきます、はい、ゆっくりして、はい、僕らの友達がいるんですけど、はい、その友達いるんですけど、その友達をこゆっくりすぎる、ああしたんですけどどう思いますかっていう話ですけどね。なるほど、はい、これはちょ、まあ、大体ちょっと伝わったのはそうですね。本当ですか？その友達は嫌だったんですか？いや、そんなことないですよ。そんなことないですか？え、なんかストレス発散とかで？いや、別にそんなんもないです。どうしてなんかそれをやってしまったというか。え、どうして、え、何もやってないですよ、別に。あ、何もやってないですか？ AB さんどっちだと思います？どっちだと思います？はい、なんか否定の方かなっていう。否定。友達をこの否定ってことですか？あ、そう、いや、その否定ですね。あ、否定、あの、僕は友達をはいちょっと仲良くしようなと思っていて、はい、いや違うんですよ、僕は友達をコンビニに連れて行くときにローソンかセブンイレブンで迷ってって言ったんですよ。あれ、ちょっと待って何言ってんすか？あれ、あ、そうですよね、僕もちょっと、え、今なんか僕の方だとなんか、はい、ネットのせいなのか、なんかこ、ロって聞こえたんですけども。あ、本当ですか？僕はあのローソンに、え、行きます、じゃあ。あ、じゃあローソンにし、めしこ、そう、まあそうですね。どうファミマでもいいんですよね、結局は。あ、まあだだまだれふざけんな。こえろこのすこのすおまおまうん、どうしようかな。ありです、確かに。ああ、確かに。ああ、もう、そうですね。エビさんもなんかあります？そういう、なんか、究極の選択というか。究極の選択ですか？迷ってるみたいな、はい。ああ、僕はそうです。究極の、ですね。はいはいはい。え、なんかよく食べ物とか食べるじゃないですか。はいはいはい。え、その時は、例えばですよ。はいはい。あの、そう。が、い、じ。ですね、ちょっと分かんなかったっすね。あ、ちょっと分かんなかったですか、はい、もう一回。いや、もう何となく分かりました。あ、何となく、あ、食べ物何食べるかってことですよね、要するに。あ、まあそうですね、まあ、僕だったらおまえだけはまあころスイカ。あ、スイカ、あ、なるほど、はい、あ、めちゃめちゃいいなと思うんですけども。あ、いいと思います。まあそうですね。ジェビーさんは？僕の場合は、はい、例えばこのよからきえろって感じですね。あー、ちょっと分かんなかったですね。ちょっと分かんなかったですね。ちょっと難しかったですね。あー、まあ分かりますよ、それは。分かるですか、これ。僕も今ジェビーさんが言ったことをおま似てやりたいですね。あー、すごいですね、なんか。すごかったですか？なんか、結構壮大な話になったなと。あー、まあそうですね、有意義な時間になりましたね、すごい。有意義な、そうですね。はい。いや、もう本当に。あ、ほっでしたね。ほんとっすか？いや、エビさんもすごい。あ、ほっくず、いや、ろーでしたね。ああ、なるほど。なかなか素晴らしいなと思います、ね。あ、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。それ褒められた。初めて褒められた。初めて。マジですか？結構珍しいですか？結構珍しいですね。
珍しいんですか？珍しかったですね。え、どう答えるのがなんか一般的っていうか、まあ例えばぶなぐるとかですね。あ、なるほど、はい、でもやっぱりなんかうめるぞって感じでしたね。そうですね、だからやめるいやって思ったこともありましたね。あー、確かに確かに。うわー、結構好き、はい、結構そうですね、ちょっと頭の中に残る会話というか。あー、そうですね、すごい僕は心残りましたね、それは。あ、やっぱそうだったんですね、はい。なんかありますか？もうないですね。もうないですか？はい。感想、逆にありますね、ビさん、感想。逆に、そうですね、僕の感想としたのこりじかんはごじゅななふんですかはてなびっくりマークあ、そうか。あー、そういう感じだったんですね。そういう感じですね。ちょっと待って終わります。終わったんですかこれなんかすごい暴言言われましたね、ちょっと。本当ですか？そんなつもりなかったんですけど。あ、そんなつもりなかったですか？はい、ということで、ディスコードのたまに聞こえなくなる現象、わざとやっても気づかれるかでした。気づかれよ、これは。あの、よくある、聞こえなくなる現象で、あ、確かに、むちゃくちゃなこと言っても別になんか指摘されないんじゃないかっていう。いや、これ途中でこれなんか感想聞かれた時、これ乗るか乗らないか迷ったんですよ、これ。一言目で気づきましたよ。本当っすか？じゃあやりますね、一回。あ、はい。まあ、だから、ろっ。同じなんだって。ああ、殺すぞでしたね今の。ああ、よかったよかった。よかったよかったじゃないですよ。嘘でしょ。ああ、もう殺される、殺すぞだったらやっぱ。ああ、本当にそんなことは言わないですね僕は。ああ本当ですか？言ったことがないです。言ったことがないですか？そっか、じゃあ僕の暴言だけ切り抜かれる可能性も。ああ、そうですね、だから僕はちゃんと言ってるんで。やばいじゃん、埋めるぞとか普通に言っちゃってよくないですよそれは。次のドッキリじゃ行きましょう。ドッキリじゃない。まだドッキリじゃない。ドッキリって言っちゃったじゃないです